あなたたちが探しに来たお方ですが、つい先ほどここを立たれました。今頃光天石に到着したところでしょう。外の人が食帝遺跡と呼ぶ場所のことです。神医様、詳しくお話しいただけますか？それは大丈夫。他の者は、逃げ遅れた者はいませんか？生存者の退避はすでに完了しています。よかった。そのまま身の安全を守ってください。最初の共鳴者である世が核の存在を感じられなくなりました。世の共鳴能力も弱まってきています。おそらく最初も危険な状態に。神医様、乱れが発生する前に最初の居場所を教えてください。世の力で時間を安定させられる範囲はごくわずか。これが世の限界。この災難を真に解決できるのは採取だけです。乱れが暴走するとき、採取が休眠する場所、流民邸に向かったのを目撃しました。フラクトシデスに囚われたのもおそらくその時でしょう。しかし相手は採取の機関によって発動する防御装置の存在を知らなかったようです。装置の作動に気づいた我々は、なんとかフラクトシデスの一部を倒すことができました。ですが、この状態の流民邸を再び解放するには、光天石で封鎖を解除する神格を手に入れ、密室の制御装置で使用する必要があります。わかりました。でしたら世はすぐに光天石へ向かいます。その体では無茶です。ここは私に任せてください。世が離れればフラクトシデスが襲ってくるかもしれません。ここに残るものが必要です。皆を頼みます。わかりました。あなたの命であれば従いましょう。ここへ来る前に聞いた、いずれ戦う運命にあるという予言。きっとこの一戦は今週の行く末を決めるもの。フラクトシデスの空ごとをやすやすと信じるつもりはないが。採取よりも強い存在となった時、今週の未来をつかむことができるとの予言もある。このことについてもっと詳しく聞かなければ。
このようなことがありました。まだわからないことがあります。フラクト氏ですが、祭司を監禁した方法です。食帝は流民帝の増築に携わったと聞いています。彼らの研究、何か関係しているのでは？その件については私が調査しておきます。ですが、その方法が何であれ、流民帝が解放されればフラクトシデスも動き始めるでしょう。それはかえって好都合です。わらわは漂白者と共に光天石へ赴き、レイン様を探しましょう。我々が派手に動けば、向こうも本腰を入れてくるはず。そこを狙い、一網打尽にするのですね。わかりました。密室横の通行を許可します。光天石へ向かうのなら、そこを出て南へ行ってください。心得ています、神医様。上昇山から始まった運命に、ここに戻った霊院。